ブンブン。ハロー YouTube、 どうもマサルです。ここ数日勉強の方が忙しくて、なかなか YouTube のコメント返信ができていない状況なんですけども、動画作成の方はなんとか頑張っていきたいと思います。で、今日の動画ですけども、カカクコムのコンパクトデジタルカメラのランキングをご紹介します。1位から5位までは今画面に映している通りになってます。で、とにかく目を引くのが、1位から3位までを独占しているのがキヤノンというところではないでしょうか。ちなみにここには載せていませんが、第6位もキヤノン製のカメラです。で、あと気になるのは、この中で4位と5位のカメラ、こちらはソニーなんですけども、まず4位の DSC-RX100M3 というモデルなんですが、こちらが2014年に発売されたモデル、それから第5位の DSC-RX100、 こちらが2012年に発売されたモデルということで、ソニー製のカメラはこのランキングに入ってはいるものの、どうやら新製品の方はあまり売れ行きが良くないことがわかります。それからこのベスト5の特徴なんですけども、2位のキヤノンパワーショット SX720HS、 これがセンサーサイズが 2.3 分の1型なんですが、それ以外は1インチのセンサーを搭載しています。コンパクトデジタルカメラっていうのはもうほぼスマホにとって変わられてしまって、売れているのが1インチのセンサーを通したフラッグシップモデルが中心ということがわかります。じゃあなんで2位に 2.3 分の1型のそこまでフラッグシップモデルでないモデルが入ったかっていうと、この2位のカメラっていうのは光学ズームが40倍で、スマホでは実現できない倍率を搭載していますので、この辺はやはりスマホで代用できないということで売れているんだと思います。で、このベスト5の中でどのカメラが一番おすすめかっていうことなんですけども、まあ価格で言うと第5位のやつが一番安いんですが、もう2012年の製品ということで、ちょっと今更買うのは手が出しづらいところがあります。で、個人的に一番おすすめなのが第3位のキヤノンのパワーショット G9X Mark II というモデルです。で、このモデルのおすすめポイントなんですけども、まずは2017年2月に発売されたばかりの新製品というところ、それから1インチの大型センサーを搭載しているにもかかわらず、かなり小型のボディを搭載しているっていうのが特徴です。で、この小型のボディを実現できた理由なんですが、これはいろいろあるんですが、やはり大きいポイントとしては背面のタッチパネルだと思います。通常1インチのセンサーを通したフラッグシップモデルっていうのはハードウェアキーをいっぱい搭載するんですけども、このモデルはもうその辺を割り切ってタッチパネルにしたっていうところが大きいと思います。そのおかげでかなりコンパクトなボディが実現できています。で、写真のシルバーとブラウンの組み合わせが嫌いっていう方もいると思いますが、実はブラックとブラックの組み合わせのラインナップもありますので、その辺は自分の好みの応じた方を買われてはいかがでしょうか。今回は以上です。チャンネル登録よろしくお願いします。